りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり。
ダンケシェン。シュクラン。どうしたの？僕もらったかな？あ、あれ？これです。か？何が幸せかわからない。どんな辛いことでもそれが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りも本当の幸いに近づく一足ずつだから。種さえ撒けばいいんですか？一人目にどんどんできるの？あんたがこれからいらっしゃる方ならもう農業はありませんや。リンゴだってお菓子だって自然にできて、カスが少しもないし、みんなその人その人によって違ったかすかないい香りになって。ああ、僕今お母さんの夢を見てたよ。ほら、リンゴだよ。このおじさんにいただいたんだ。ありがとう、ありがとう。まあ、いい匂い。あら、たーちゃん、あそこにカラスがいるわ。カラスじゃない、みんなカササギだよ。カササギだ。頭の後ろに毛がピンと伸びているから。あれ、何の花だろう。わからない、地図にないんだもの。鉄の船がある、橋を架けるとこじゃないかしら。あれ、公平の旗だ。空の公平隊だ。半端だ、半端だ。今こそ渡れ、渡る鳥。今こそ赤い炎を上げて燃えるんだろう。サソリの命が燃えるの。サソリって虫だろ。ええ、サソリは虫よ。僕、博物館でアルコールにつけてあるの見た。尾にこんな鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言ったよ。昔、バルドラの野原に一匹のサソリがいたの。小さな虫やなんか殺して食べて生きていました。ある日、イタチに見つかって食べられそうになったので、サソリは一生懸命逃げたけど井戸に落ちてしまったの。もうどうしても這い上がることができず、井戸に溺れて死にそうになったサソリは神に祈った。ああ、私は今まで小さな虫の命をいくつもいくつも取りました。そしてイタチに食べられそうになったとき、一生懸命逃げました。それでもこんなになってしまった。ジョバンニ、カンパネルラが川へ落ちたよ。